Let's go. かつて大きな争いがあり、世界は7つに分かたれた。来るぞ、覚悟を決めるのだ。戦いに不慣れな貴様には中の基本、敵との位置取りだ。さあ、敵に近づいてみるがいい。よし、次は攻撃を繰り出すのだ。我が国こそ最大の防御なり。うむ、その調子だぞ。いろんな攻撃を繰り出して戦うのだ。Yeah!
想の夢なんか。古の大戦争、暇つぶしにこんな本読んでたせいね。着いたぞ。大戦争の後、互いに傷つけ合うことの愚かさに気づいた人々は、二度と争いを起こさないと誓い合い、七つの王国のもと、千年にわたる平和な時代が続いていた。おーい！久しぶりね。俺が居眠りしてたってよくわかったな。まったく、いとことしてはちょっと恥ずかしかったわ。へえ、二人はいとこ同士なんだ。そうなの。ねえ、この子どうしたの？ああ、下宿先で仲良くなったんだ。僕、ファミロン、よろしくね。よろしく。ねえ、どこかで会ったことない？そういえば、ジャイワールのみんなは元気か？ええ、元気よ。そういうあなたは聞くまでもなく元気そうね。まあな。あ、そうそう、これみんなからのお土産。おれんかに留学してもう1年でしょ。そろそろふるさとの味が恋しいんじゃないかって。懐かしいな。今日は久々にジャイワールナムだ。それにしてもやっぱりおれんかは全然都会ね。一度見てみたかったのよね。龍が太陽を喰らう日、双子が生まれ、再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。これ古の予言よね。ああ、意味はよくわかんないけどな。要はもう二度と戦争なんかするなってことなんじゃないのか。ちょっとやめなさいよ。もう相変わらず落ち着きがないんだから。お前こそ相変わらず学級委員長っぷりだな。よし、じゃあ寄り道はここまでにして俺の下宿へ行くぞ。あ、ちょっと待ちなさいよ。これだけ広ければ訓練もできるわね。そういえば肝心なことを聞いてなかったけど、あなた留学してちゃんとやれてるの？当たり前だ。学校の戦闘演習じゃ俺が出席なんだぞ。本当かしら。ほら、なんなら鍋が煮えるまで試してみるか。いいわよ。手加減は無用。久しぶりに真剣勝負と行こうじゃない。いとこ同士で手合わせするんだね。よし、ここは僕のじゃなかった我が輩の出番だな。ためになるアドバイスをしてやるぞ。まずはこの攻撃をやってみるのだ。この調子だぞ。さあ、次はこれをやってみるのだ。燃えなさい。うむうむ、攻撃の基本はバッチリだな。続いて守りの基本を教えてやるぞ。敵の攻撃を避けるには三かわしだ。よし、早速やってみろ。
しと防御はバッチリ。これで守りは完璧だな。次は特技と呪文のおさらいだ。どちらも MP を消費するぞ。早速特技を出してみるのだ。なかなかやるな。1年間お前も鍛えてたってことか。2人とも本気になってきたようだな。よし、最後はテンションについてだ。敵を攻撃したり敵の攻撃を受けたりするとテンションが溜まっていくぞ。テンションがどれだけ溜まってるかは画面の左下のゲージで一目瞭然だな。さあ、お互いに本気で戦ってテンションを溜めるのだ。よっよっよっ。大体片付いたな。ずいぶんでかいもの振り回してるじゃないのさ。ほら、お二人さん、ぼんやりしてる暇はないよ。おれんこを守るんだろ。だったらさっさとこいつを倒しちまわないとね。
こいつは鬼コンボだ。まともに攻撃を食らっちまうとただじゃ済まないよ。なんて大きさなの。こんなやつダイワールちゃん見たことなかった。燃えなさい。鬼コンボは頭体がでかい分、攻撃の後に大きな隙ができる。やつの動きをよく見て、攻撃が終わった直後を狙うんだ。おっと、気をつけな。直接食らわなくても、こっちの動きが封じられる攻撃もあるのさ。やつの攻撃のタイミングに合わせて、ジャンプでよければ、よろめかずに済むよ。おっと、敵がへばってるみたいだね。攻撃を叩き込むんだ。次はモンゴとぶち破ってやる。覚悟しておけ、オレンカの王よ。正義は我にありだ。引け。あいつゼザールだよな。ええ、ゼザールが王子自ら攻めてくるだなんて、何があったっていうの。お二人さん、なかなかやるじゃないか。あなたこそ、さっきは危ないところをありがとう。あんた何者だ。少なくともオレンカの人間じゃないようだな。ちょっと、人に名前を聞くときはまず自分が名乗るものよ。そうか、お互い自己紹介がまだだったな。けどそれは後でゆっくり。どうやら私たちに用のある連中がいるようだからね。詳しい状況は未だ把握できておらんが、ジャイワールがオレンカを攻撃したのは事実。一体なぜこのようなことになったのか。ジャイワール側にどんな事情があったにせよ、オレンカは甚大な被害を被りました。断固戦うべきです。しかし、国同士が争うことは古の予言によって固く戒められておる。失礼いたします。先の戦いにて最前線で戦っていた者たちを連れてまいりました。おお、そなたらがオレンカの民を守ってくれた者たちか。心から礼を言うぞ。いや、気にしないでください。当たり前のことをしただけですから。ちょっと、王様に対してなれなれしすぎるわよ。ところでそなたらは何者か。はい、俺じゃなくて、私はジャイワールからオレンカの士官学校へ留学に来ているものです。で、こいつは私のいとこで、今日ジャイワールからこっちへ遊びに来たところなんで。何？ジャイワールが攻めてきた場に先んじてジャイワールの者がいた。
まさか貴様らジャイワール軍と通じ今回の襲撃に加担していたわけではあるまいな。違います。私たちは騒ぎを聞いて駆けつけただけで。そんな出来すぎた偶然があるものか。お待ちください。そもそもこの子たちが本当にジャイワール軍と通じていたら前線で戦うわけがないでしょう。この子たちがジャイワール軍と関係がないことは私が証明します。そなたは一体。申し遅れました。私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼ。主命によりオレンカへ参りました。ゼビオンのオルネーゼ。オレンカ王、我が主ゼビオン王はジャイワール軍の不穏な動きを知り私をオレンカへ遣わしました。今回の一件、もしオレンカ王に争いを止めたいという意志がおありならきっとお力になれるかと。そうか、オレンカにはジャイワールと争う理由も意志もない。故にジャイワールが再び攻めてくる前にカノ国の思惑を知り和解の道を探りたいと思っている。そこで宗主国ゼビオンの力をお借りしたい。和解のために我が国とジャイワールの間を取り持っていただきたいのだ。承知しました。では私はすぐにゼビオンに立ち今のお言葉を王に伝えましょう。なあ、俺も一緒に連れてってくれよ。これ以上オレンカとジャイワールが戦わなくて済むように何かしたいんだ。私も行くわ。オレンカ王、いかがいたしましょう。では戦士オルネーゼよ、この者たちと共にゼビオンへ向かってくれ。オルネーゼさんのご迷惑にならないようくれぐれも慎重に。よし、じわじわたぎってきたぜ。王様任しといてください。この俺がガツンと話をつけてきますから。我が輩も一緒に任務を遂行してくるであります。ちょっと、あなたたちちゃんと話を聞きなさいよ。頼んだぞ。はい、はい。